はい、皆さんこんにちは、島田のおっさんです。はい、先日のライブでですね、このコメントにあって実は流されてしまった、ワードが島田のおっさん大変気になりまして、皆さん気になりましたかね、このゆぽがみ、ゆぽがみってやつです。ちょうど島田のおっさんとクリリンとかですね、この政治について、まあ選挙とかね、そのあたり話してる時に、はっ、ゆぽがみ、高級ゆぽがみっていうのがね、コメントでバッて流れて、まあ、それについてね、こう取り上げることができなかったので、ちょっとねこの楽屋チャンネルの、楽屋チャンネルじゃねえやつ、怒られてしまう、この動画でね少し、お話ししていければと思うんですけれども、選挙の時、またはですね、島田のさんもこのゆぽがみっていうワードがすごい出てきて、何このゆぽがみ、高級ゆぽがみ何って言って、こうパカパッて調べてみたら、あ、島田のおっさんこれでポスター作ったんだっていうのをね、その時初めて知ったんですよね。特に、濡れるとか、破れに強いらしいんですね。それはなぜかというと、ゆぽがみって書いてあるんですが、実は紙ではない、いや紙、そのパルプ、その木片とか、そういった素材ではなく、ポリプロピレン、島田のおっさんが大好きなポリプロピレンでございますよ。洗濯業界では悪魔の繊維と呼んでいる呼ばれてねえかな、もう熱に弱くてね、乾燥に弱いから、ポリプロピレンでできている繊維の服っていうのは乾燥機かけられない、アイロンかけられないとかって結構嫌われている繊維なんですね。そのポリプロピレンを使った素材の紙に模したものなんですね。なので濡れない、じゃあ濡れに強い、破れにくい、破れないって言ってるぐらいなんか強いらしいんですよ。だから破れないので選挙のポスターによく使われる、まあ当然その選挙のポスターって一定期間の間ずっと外に張り出し中ですよね。だから風雨にさらされる。吉丸さんもね、不思議に思ってたんですよ。あんだけ雨に濡れても日に当たっても、なんでこいつらは破けないんだろう、色あせないんだろうと思ったら、やっぱそういうからくりがあったんですね。その紙ではない、だからゆぽがみっていうそのプラスチックみたいなもんですよ。だから雨にさらされても全然平気。いや、そう、確かにそれは高級ですよね。実際に選挙のポスターって1枚作るの結構高いんですよ、ね、でそのゆぽがみが、あの、何ですか、投票箱じゃない、投票用紙にも使われている。で当然その紙ではなくプラスチックなので、特殊な加工ができる。だから折ってもね、こう折って入れるじゃないですか、折って入れても中で開くみたいなのもそのプラスチック繊維の、ね、特徴ですよね。まあそういった意味においては、このゆぽがみもう大変大活躍してるんですね。じゃあそのゆぽがみって、なんでゆぽっていうと、ゆぽコーポレーションさん、まあ会社名が使われてるっぽい感じですね。ゆぽコーポレーションさんっていうんでね、だから、ね、その選挙関連の機材とかを扱っている武蔵さんっていう会社と、そのゆぽコーポレーションさんがこの共同開発をして、結構長い期間をかけて完成させたのが今のその投票用紙らしいんですよね。だからあのね、投票紙は技術の結晶、日本技術の粋をこう極めた結晶もう日本でそういうの多いですよね。パスポートだとか、もう日本の紙幣もそれ、今度はまたね新しくなるじゃないですか。そういったね、こう技術、こと技術に紙においては本当最高の技術がね、そこに添加されてますよね。実は投票用紙にもそういった技術が採用されていて、紙のように見えても実はゆぽがみという、じゃあポリプロピレンというプラスチックだったとね。いやー、深掘りしてみると面白いですよね。はい、でやっぱりね、あのこのゆぽがみもそうなんで、ゆぽのね話題でも上がっているその政治ですよね。この前回のライブではやっぱりね、クリリンがねすごい生き生きしてましたよね。やっぱりね、こうクリリンが政治に関する話題、特に選挙になった時にはもうグググーっていう、こうね、言葉に力が宿るっていうんですかね、ほんとかっこよかった。だからまあこれからもおっさんチャンネルでは、まあクリリンにねどんどん出てきてもらって、まあその選挙が始まってしまうと若干ね、その応援政党とか応援候補者とかも出てきてしまって、いろいろクリリン言えないことが出てきてしまうらしいんですが、まあそこをね、なんだかこうくる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 ね、こうね、かき分けてですね、こうビシバシとね、こう政治に向けてね、こうコメントを残してほしいなと思います。
ね、そういう姿を見ている、そういう姿のクリーニングを見ている我々は楽しいじゃないですか。ね、そういうクリーニングが見たい。ね、またね、クリーニングがその発するその一つ一つのワードだとか事象で、それにと、伴う、じゃあどういう見方をしているのかっていうのも大変勉強になる。その意味では、まあ、本当にね、クリーニングと一緒にこういうチャンネルがやれて、もう大変島田のさんはね勉強になってるし嬉しいと思うし、これからもね一緒にこうやってねチャンネルの方出ていきたいと思います。まあ、そのためにはね、この政治の話題ね、どんどん行っていけるようになるといいなというふうには思っております。ね、あのゆぽがみコメントありがとうございました。ね、また皆さんね、これからもそのおっさんチャンネルの中で、まあ、取り上げられなかったワードについても、こうやってね後でこうきちっと拾ってね、こう動画にしていきたいと思います。またね、こういった話題どうなのっていうね、ライブでもそうですし、また別撮りでもね、やっていけると思うので、どんどんね、皆さんのねこうご意見ご感想を、ね、コメントの方に残していただければと思います。なので、ね、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではね、今日の島田のおっさんね、おっさんチャンネルの楽屋、終わりにしたいと思います。それでは皆さん、また来週火曜日よろしくお願いします。